鏡を拭く、これ同じことなんです。3分余分に取ってくださいっていうのは心を整えるんです。お化粧をする時っていうのはまず3分余裕に余裕を持って呼吸を整えようというところからスタートしてください。朝これを意識してやるとバタ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 する世の中からちょっと一回自分を立ち止まって、もしかしたら子育ての時に子供に当たってる人いっぱいいてるんですよ。要はそのスイッチをどこで自分に入れやなあかんかということを自分の中で整える時間を作らないと、今こんだけ情報が入ってくるからもう断捨離していかなくなるんです。だからメイクする時って一番神聖な時なんでね、朝の一番でね。顔は宇宙って言いましたけど、つながってるので、要は自分の顔を慈しんでやってる時っていうのはすごくちょなんていうかな、いいエネルギーの波動がずっと入るんですよ。ポジティブなこともそうだし入ります。だからここでまず感謝してください。いつも、守ってくれてありがとう、私のこの顔があるのでありがとう、で鏡に映るあなたの顔をいつも神様として慈しんでください。顔は宇宙ですよ。それともう一つ ご褒美あげるってさっき言いましたけど、顔に気持ちいいことをする。だからメイクをする時のメイク品が100均を使うとか、もうそういうのやめてください。もっと本質的にいいものを自分の顔につけてるんやという意識を持たさないとダメです。だから本物をちゃんと求める力、これが大事です。ご褒美あげてるんやからね、毎日顔にご褒美あげる。そうするとその気持ちが潜在意識に届いていくので、人に会う時も自信が持てるんです。私はここまで意識して顔を作ってきたんだから、だから優しくもなれるし余裕があるし3分ゆとりを持って心を整えてきてるから大丈夫っていう感じで皆さんに会えるわけですよ。で今のその気持ちをずっと続けていくとですね、実は輪廻転生した時にそのお母さんの気持ちの記憶がですね入るんです。これね、この間話聞いたんで言っときます。実は水というのは H2O というのは情報を記憶する成分らしいんですよ。だから海が覚えてるんですよ。だから人間は目でここで情報を得てるんです。それは無意識の中でですよ。だから潜在意識で人間は頭がこうやると右や左やええわええやとか言うけど、無意識の中でそれが情報として入ってるから、パーッと過去の情報がパーッと浮かぶんです。これメイクしてる時の情報がすぐなんですよ。だからこれが自分でネガティブなことを言えば言うほど情報として記憶されるから、お母さんがネガティブなお母さんずっと30年50年そのメイクで来てたら次のお子さんにつながりますって話。これが潜在意識が持っていく怖い魂の輪廻転生ということです。出ないと娘さんが来て急に泣き出すことないって僕は思ってる。だってそうでしょ、初めてメイクするのなんでそんな恐怖感あんのって。